絵はね、4年ぐらい前のベルリンに1ヶ月ぐらいアパート借りていたんですけれども、坂口良平がベルリン行ってる短編を小説と発表して新潮社で、それ読んで、なんか俺もちょっと行ってみたいなと思って行ったんですよ。でそしてベルリンって初めて行ったら、アパート借りたとか壁にみんなペインティングがしてあって、なんかすごくいいなと思って、でなぜか借りてたアパートにブロックスから来てる黒人の画家の子もいて、その子の絵すごく良くて見てたら、それで俺も描こうかなと思って、近所に画材屋があったんで、ちょっと絵の道具買ってきて、かなり久しぶりに描きましたね。まさか絵描くことなんかあるのだろうかと思うぐらい久しぶりで、高校生以来っていうか、まあその後の美術学校以来ですけれども、それから描くように、自分も写真の世界よりは美術の絵画をはじめ彫刻とかの方が未だに身近な感じがしてるんですけれども、偶然絵筆とかそのデッサンの代わりにカメラ持ったっていう風な感じがしてるんで、未だにちょっと本当は写真ってどういうものなのかっていうのは、そんなによく絵の一つなんじゃないかぐらいに思ってるところもあるんですけれども、本質的に言うと絵と写真って多分違うと思います。写真は瞬時のうちにその見えたところが浮き上がってこう絵になって出てくるんですよね、写真って。で絵は一瞬の間にこう出てくるわけじゃないので、少し時間が経過していくんですよね、描いてる間に。で捉えてる部分も多分近いとは思うんですけど、まあ、違うかもしれないですね。